皆さんが恐れている、皆さんが絶対にこの監督には歯向かってはいけないというふうに言っている方々は、うん、自分たちがやった加害行為に対して告発されることを怯える存在なんですよ。あなたたちが怖がっていたのがおかしいんですよ。あの人たちがやってきたことは間違ってるんですよ。間違ってることを責めていいんですよ。責められるべき人なんですよ。駆け出しの役者さんだとかでこんなことをつぶやいたらもしかしたらオーディションで落ちてしまうなんて思う方もいらっしゃると思うんです。おかしいことはおかしいって言っていいんですよ。おかしいって言ってください。俺は責任取れませんよ。待って待って、もう僕の YouTube チャンネルでやってる段階でもうある種もう同じ船に乗ってんすよこっちは。映画パーソナリティことぶきつかさです。ことぶき映画同好会緊急生配信としまして、松坂由紀さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。日本映画界における、まあ、パワハラセクハラの問題がやっぱり露出してきてるわけじゃないですか。日本はそもそも、はい、パワハラの常識というものがなかったんですよ。はい。だから何がアウトかという常識も俳優もなければ監督もない。でしかも過去のパワハラ監督のそのパワハラ行為がなぜか映画人の中では武勇伝として語り継がれていて憧れになっちゃってたんです、はい、記事とかでですね普通に出ちゃってるんですよ、はい、セットで土台散らしていたとかそれによって恐怖感を感じたということをですね俳優さんがインタビューで答えちゃってるんですけど、それが作品の宣伝の美談として扱われちゃってるんですよ。いやだからねそこはすごく難しくて、役者もリップサービス的にいや監督には結構しごかれましたよみたいなことをプロモーションで言うじゃないですか。でそれを言うのはあのもちろんその人が本当にそういうふうに思っている可能性もありますし、それをそういうふうに言ってちょっと笑いに変えないとやってられないっていう可能性もありますし、あの原田雅人さんがですね、うん、セットでその怒鳴ったりとかですね、そのあの ご自身がやってるワークショップから連れてきた俳優さんとかを大勢の前で、うん、なんでお前は演技ができないんだっていうふうに恥ずかしめる行為とか、ご自身がやってることがですね、その今のスタンダードからするとパワハラであるということにおそらく気がついていないということも僕は知っていたんです。いや俺ね松崎さんね本当にね今の今度僕大事だと思ってて、だ昔のな野球部の体罰じゃないけどもお前たちのためにやってるんだみたいな感覚をがあったとして、手は出してないとか、要は叱咤激励をしてるんだとか、周りも受け取っているんだっていう、では罪の意識みたいなものが薄い場合があるとは思うんです。それの中で育ってきた監督さんたちのパワハラ概念というものが歪むのは確かに仕方がないといえば仕方がないです。日本の監督教育自体があのめちゃくちゃなんで、西村義弘ですか、ヘドローバで子供をボコボコにした、もう本当にあれってあれを見てあの動画を見て虐待だというふうに思わない人間がおかしい、もう思わない人間いるんですか果たしてっていう、てか あのあれを見てあれはダメですよって言えない、公言できない俳優映画人はやめちまえと思います。 あれすらもダメだって言えないレベルのモラルセットで、ここはこれは絶対に言ってはダメですよっていうので、あの虐待が入らないのであれば、その人はあの映画作りをする資格がないと思います。西村監督は僕は以前自分がやってたラジオにゲストに出てきていただいたことがあって、面識はあります、個人的な付き合いはありません。で西村監督が、まあ、ある種ね、まあ、松崎さんちょっと嫌がるかもしれないけど破天荒な監督みたいなところで売り出してるところも知ってます。でもうおかしいことはおかしいって言っていいんですよ、うん、俳優であろうと監督であろうとおかしいって言ってください。語らない人に語れっていうつもりはないんですよ。だからなんで言わないんだなんてことはなく、みんな各々の考え立場があるじゃないですか。でも今までね、じゃあどのタイミングでその話を僕はするべきだったのかっていう自戒があるんですよ。皆さんの問題意識がないからなんです、うん、ここにこのような問題があるんですよということを皆さんが問題意識として持って、この部分を業界は変えるべきだというふうに圧力をかけて初めて業界は変わるんですよ、うん、僕はその他の映画会社とか監督とか制作会社にハラスメント撲滅宣言を出せと、うん、いい加減にしろよ、うん、っていうふうにまあ圧力をかけてます。いわゆる何ですか、ステートメントですかって言います、なんかこの発表みたいなことするしない方がまずいみたいな環境で、あもう絶対まずいっていうか、あの発表できないということは、うん、あの何か危ない案件、つまりそのハラスメントが起こった作品を抱えてるって言ってることですから。それだから過去作も含めてですか。いやいやいや、
過去作で性被害の場合は、うん、その性被害を受けた被害者の方がいますので、はいはい、その過去作が流れるたびにその人たちはそのフラッシュバックが起こるわけじゃないですか、はい、だからそれがあるので過去作その性被害とかに関しては多分キム・ギドクのこともありますけど、はい、そのに関してはまた過去作をお蔵入りにするということはちゃんと考えなければいけない、うん、候補の一つとして選択の一つとしてということですね。あ、まあ、選択の一つとして全てってわけじゃないですもんね。できる限り僕は許すべきではないというのが僕の、まあ、ではないという、なぜかというと、ね、そのこれは OK っていうふうにやってしまうと、うん、どん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 甘くなっていくんですよ基準が、ま、そこかとにかく甘くで甘くしちゃいけないんですよ、うんうんうん、甘くするとじゃあこの作品で行われた性被害は OK なんですねっていうことを言ってしまってるの同じなんで、うんうんうん、だからつまり罪は罰されるのであるということを皆さんに知ってもらうということ。いやそこなんですよ。だからね、うん、いやこれね気をつけなきゃいけないのが世にはびこるね作品に罪はない論争なんですよ。だから作品に罪はないっていうとものすごく聞こえもいいし僕も言ったことあるんです。ただ作品に罪がないっていうことを言い続けると作品が世に出るってことはこの抑止力にこう伝わらつながらないっていう側面もあるかなとは思うんですけど、映画がほら公開されないっていうのが一番辛いわけですよ、まあ、僕も、ね、映画を紹介する立場だからっていう。先にハラスメントを撲滅宣言、ハラスメントを許さない宣言をすると作品は守られるんですよ実は。例えばじゃあ僕が映画会社を経営やっていてハラスメント撲滅宣言を出しました。で絶対にハラスメントを許さないっていうことを言いました。もしじゃあ作品の中でハラスメントが起こりました、この瞬間に第三者機関のホットラインを設置した場合、このなんかパワハラセクハラが起こった瞬間にこの第三者機関がそれを判断し認定された時点でその社内規定、社内のポリシーとしてこの人はやったからクビっていう風にできるんです、ポリシーとして。でそうなると別の監督を当てはめてまた作りましょう、別のキャストを当てはめて作りましょう、別の音声さんを雇いましょうっていう風に判断がなるんです。スタジオ側はハラスメントが起こったけれども私のスタジオとしては厳正に対処しクビにしましたって言えるから作品は守られる。ネットフリックスのゾンビ映画のアーミーオブザデッドだったかな、うん、コメディアンがいてでそういうセクハラ問題があったから CG を使ってその人を取り除き、はいはい、合成して別の俳優さんを、うん、ティッグノタロウという俳優さんをですね入れてポリシーがあるから許されない、許されないならどうするかっていうふうにすぐにこう対策が取れるわけだ。これをやれば確かに作品は罪がないって言いますよ。言いますよね。そうだってその罪がある人を除去したんで。でこれをやればいいにもかかわらずリスクマネジメントの失敗だなと、日本のスタジオとかテレビ局がやってこのハラスメント宣言をしていないがしためやらないがためにこれからどん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 そのハラスメントが公に出ていってどん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 作品がお蔵入りになり本当に大損害を被ること、性加害とかハラスメントを告発した人のせいではなくてその防止することができなかった映画会社の責任であります。やっぱこれ勉強していかなきゃいけないし今現状こうだよってことを認識しなければいけないっていうのは本当、なぜならば映画を紹介する立場でもありながら僕は映画にも出演するしドラマにも出演してるから、で今いろいろ出てる映画監督の方々とか俳優の方々僕は共演したり仕事もしている、でも噂もあった、じゃあ実際何があったのかってわからない、でも文句を言ってるだけじゃなくて、松崎さんってまあ言い方悪いですけど文句を言ってるだけじゃなく変えようよってあと提案もしてるじゃないですか、こういう提案で、このあたりがものすごく僕は建設的だと思うし、確かに正直言葉の荒い部分はあります。でそれが僕はツイッター見ててもちょっとあ怖いって思う時もあります、でもそれが松崎さんの戦い方なんです。なんか僕はだからその、うん、ここに問題がありますよっていうふうに提示する係です。でまあだからまあ、だからこういうなんていうかちょっと荒い言葉になったり、いやいやでもそういうやり方だなっていうふうに思います。決して僕ができないやり方ではあるとは思うしある種リスナー視聴者の方々がすると、まあ、過激だなって思う人もいるかもしれないし、でもねやっぱりこういうことを伝えていって広まることによって日本映画界が良くなればななんて思うので、これねどうしアーカイブ残すかどうしようかなんて思ってたんです。 でもね、まあ、アーカイブで残してもよろしいっていうこともあったのでこれ残します。で皆さんめっちゃシェアしてください、もうどん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 シェアしてください。本日のことぶけ映画投稿会ゲストは松崎悠希さんでした。ありがとうございました。バイ。ありがとうございました。